12レース走られます大阪100区の古性優作選手です。よろしくお願いします。地元の宮杯ということで、今回連覇で臨む3連覇目指す戦いになると思いますけども、意気込みいかがですか？本当にこう自分の力を出し切ることに専念したいなと思います。僕の印象では、G1 は多分古性さんの中では全部一緒かなっていう感じには思うんですけど、はい、やっぱ地元っていうのはまたちょっとそれは違いますか？まあそのお客さんとかもやっぱりこう地元のお客さんも増えると思いますし、まあ、そこでいい走りできたら嬉しいなと思いますけど、やっぱり昨年、落車から始まって、最後、優勝まで行ったんですけども、選手選生活の中でも結構思い出に残る開催にはなりました。本当に選手生活の中では間違いなく一番苦しいシリーズにはなったので、そこを乗り越えれたので自信にはなりました。その初日なんですけども、この近畿は、南修司さんと村上博之さんと一緒という形になりますけども、並び通った方教えてください。自力で頑張ります。では最後にファンの皆様一言よろしくお願いします。応援してもらえるように頑張ります。